薄摘み桜。薄摘み桜とは、咲き始めは薄いピンク、満開になると白、散り際には薄摘みのような色へと変化していく桜のことを言います。愛媛県西方寺にある松山市の指定天然記念物のこの薄摘み桜は、飛鳥の昔からの伝説の桜として知られています。今からおよそ1300年前、天武天皇が道後温泉に訪れた際に、皇后が病気になられ、西方寺にて回復祈願をされました。その後、皇后が無事に回復されたお礼として、天武天皇によって、薄摘みで書かれた手紙とともに、一本の桜が贈られたのが由来と言われています。この桜はその三代目の孫木なのだそうです。薄摘み桜はソメイヨシノよりも1週間ほど早く、3月下旬から咲き始めます。